アイテム番号 SCP-729JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-729JP は現在、県、町に存在する財団フロント企業経営の中華料理店、飯店に収容されています。当該店舗の営業時間中は常に1名以上のエージェントを店内にて待機させてください。イベントの発生が確認されたら直ちに待機エージェントはプロトコル、大婚約者に基づく方法でイベントを中断させてください。何らかの理由によりイベントが完遂されてしまった場合は、直ちに近隣の飲食店へエージェントを派遣し、SCP-729JP の出現店舗を特定します。説明 SCP-729JP は、中華料理を供する飲食店に出現する、椅子の形をした実体です。出現ごとに形状の差はありますが、材質は必ず木製かつ、床に固定されていないタイプのものです。SCP-729JP は、いわゆる中華料理店において店舗に置かれた既存の椅子と入れ替わる形で出現します。その際、入れ替わった SCP-729JP は元の椅子を完璧に模倣するため、口述するイベントの発生以外に判別する方法はありません。SCP-729JP の持つ異常性は、SCP-729JP 及びその隣の椅子に成人男性が同時に座った際に一連の、イベント、を発生させることにあります。椅子にかけるタイミングは厳密には問われず、単に並んで座ることがあれば条件として成立します。イベントの詳細は以下のようなものです。まず、SCP-729JP 及び隣の椅子に座って食事をしていた二人の人物の間で、肘が何度もぶつかった、食事の際に立てる音がうるさい、など、毎回異なる理由での軽い口論が始まります。その口論は徐々にエスカレートし、互いに突き飛ばしたり、小突いたりといった軽度の暴力的手段を経て、やがて席を立っての殴り合いの喧嘩へと発展します。しかしこの際、両者の本来の身体能力に関係なく、聖剣や突き、手裏刀、蹴りといった格闘術を用いての、非常に高速かつ高度な攻防が繰り広げられます。争いの最中、SCP-729JP に座っていた方の人物、SCP-729JP-1 はやがて、自身の座っていた椅子、SCP-729JP を盾にして相手の攻撃を防いだり、振り回して武器にしたり、蹴り飛ばして相手の足を払ったり等、争いの道具として用いるようになります。そして一連の闘争は例外なく、SCP-729JP-1 の勝利という形で決着がつきます。敗北した側の人物は、SCP-729JP-1 の最後の攻撃で異常なまでに大きく吹き飛びます。この際、激しい切り揉み回転を伴ったり、店内に積まれた椅子や小物などがあれば、そこへ思い切り突っ込んで派手に崩したりといった結果を伴うこともあります。また、フィニッシュとなる攻撃の武器として使われたり、攻撃を防ぐ盾として使われることで、決着の瞬間あるいはその前に SCP-729JP は大破します。敗北した人物はそのまま失神し、SCP-729JP-1 は自身及び相手の分の食事代をカウンターに置き、足早に店を去ります。それと同時に大破した SCP-729JP が消滅し、それをもってイベントが終了します。また、一連のイベントが起こる最中、客や従業員といった店舗内の人間には認識障害が発生します。立って歩く、誰かに声をかける等、ある程度自由な行動は可能ですが、店外へ出る、警察などの助けを呼ぶといった手段を一切思いつくことができなくなる上、争う両者を仲裁することを思いついたり、当人たちへなだめるような言葉をかけることはできても、実際に激しく争う両者を前にすると、巻き込まれたら非常に危ない、自分の手に負える相手ではない、と強く感じることで仲裁の実行までは至らず、いずれの人物もただ目の前の争いを見届けることに終始します。この認識障害は上記イベントの終了、すなわち SCP-729JP-1 が展開へと出た時点で消失しますが、それと同時に別の認識障害によって上書きされ、今しがた目の前で発生した激しい争いを、しかほど異常なものではないと認識し、店内にいたどの人物も警察や救急への通報を行いません。また、SCP-729JP-1 との争いに敗れた人物は SCP-729JP-1 の退出と同時に目を覚ましますが、これまで発生した全てのケースにおいて、非常に派手な吹き飛び方をしたにもかかわらず無傷。あるいはごく軽いすり傷程度しか負っていません。
さらに、SCP-729-JP、一及びその相手となった人物は当該の争いを実際のものより非常に過小なものとして記憶しており、店内で軽い口論になった、程度の認識しかしていないことも確認されています。一連のイベントが完遂されると、SCP-729-JP は前述の通り大破したまま消滅しますが、その後、当該店舗の近隣にある別の中華料理店へと転移し再出現します。転移する具体的な対象範囲は不明ですが、半径 3km より遠い店舗に転移したケースはこれまで確認されていません。消滅するタイミングがイベント完遂と同時であるため、転移を防ぐにはイベントの発生、または完遂を阻止する必要がありますが、店内にいる人間は全て認識障害を被るため店外にイベント阻止のための応援を求めることは不可能であり、さらに本人の仲裁や争いに割って入るような行動も実行には移せないため、一度イベントが発生してしまうと阻止は困難を極めます。現在、イベントを阻止する方法を模索中であり、そのためのアイディアを広く募集しています。2000年、月、日のイベント発生事例における、エージェント、の行動によって、有効と思われる対策方法が発見されました、口述。SCP-729-JP は20年月頃、県、町にて発見されました。当初、近隣に存在するサイト、81、に勤務していた、博士が、同僚である、博士に、昨日の昼食時、たまたま入ったラーメン屋で妙に激しいアクションの喧嘩が起こった。お互い格闘技の経験者だったのだろうか、珍しいものを見られた、と話をしたことが、財団が最初に感知した SCP-729-JP の例でしたが、当時は異常存在としての認識はされていませんでした。しかしその後、同地域のフィールドエージェントより、町の住民の間で、博士の報告と非常に酷似した、ラーメン屋での妙に激しい喧嘩、の目撃例が相次いでいるという報告があり、急遽調査が開始されました。博士にインタビューを行った後、町の飲食店にエージェントを派遣し調査したところ、複数のエージェントから、博士と同様の報告がされました。これらのエージェントの報告は、報告者本人がこの喧嘩騒動を特に異常な出来事ではないと認識している、という点でも、博士の目撃例と一致しており、認識災害の一種を伴うものであるという予測が立てられました。詳細な異常性を探るため D クラス職員や有志のエージェントを派遣しての追加調査が複数回行われましたが、店内にいる人物への認識障害によって異常性を深く探ることが難しく、度重なる調査の末にようやくイベントの詳細な流れや、異常性の源が S であることなどが突き止められ、正式にオブジェクトとして認定されました。イベントの発生は、店外からでも観察可能です。しかし、店内に足を踏み入れる、窓の外から内部に何かを投げ込むなど、明確に干渉しようとすると店内にいる人物と同様の認識障害にさらされるため、店外からの妨害も非常に困難です。これはたまたま喧嘩を目撃した一般人のみならず、明確にオブジェクトの異常性を認識している場合であっても矛盾せずに擁立されます。D クラス職員に対して、仲裁しなければ処罰の対象となる、と言い含めた上でイベント発生中の店内へ向かわせた場合でも、処罰なんかよりずっと恐ろしい目に遭いそうだった、といった理由で仲裁の実行には至りませんでした。ホイ10000、2000年、月、日、財団フロント企業経営の中華料理店、飯店に SCP-729-JP が出現し、一般客の間でイベントが発生、小競り合いが始まりました。この際、店内にいたエージェントはイベント阻止を試みるべく、大声で仲裁するような言葉をかけながら争う両者へと近づいたところ、たまたま店内の床に水がこぼれており、イベント阻止に集中するあまりそれに気づかなかったエージェントは足を滑らせて派手に転倒しました。するとその瞬間、店内にいた全ての客や従業員、そして争い合っていた両者までもが一斉に大声で笑い出し、店内は爆笑に包まれました。その後エージェントは争っていた両者に笑いながら助け起こされ、店内の客や従業員は一斉に食事、または業務に戻り、イベントの対象者であったり両名も互いに笑いつつ、食事に戻りました。その後、両者はそのまま食事を終え、通常通りに店外へ退出していき、当日中のイベント再発生もありませんでした。翌日、同店舗にて再びイベントが発生し、客同士のいさかいが起こりましたが、同エージェントが再び大声で仲裁の言葉を投げつつ両者へ近づき、わざと派手に転んでみせたところ、またしても店内は爆笑に包まれ、イベントはそこで中断されました。
この報告を受け、研究チームと同エージェントによってイベント中断の条件が精査され、イベントの渦中にある両者へ関わろうとした際、転倒する、足を引っ掛ける、テーブルや椅子にぶつかるなど、スムーズな移動に失敗する。同様の場合において、両者へかけようとした言葉を途中で言い間違える、発音などが不明瞭になる、いわゆる、噛む、言葉を忘れたかのように口ごもり、間が空くなど、発言に失敗する。店内で起こった喧嘩の見物人、としては、明らかに異常、または目立ちすぎる行動をとる、いきなり踊り出す等、などの行為によって、爆笑をもってイベントを中断させることが可能であることが判明しました。イベントが中断された段階で認識障害は発生しますが、一般客や従業員には、店内で転んだ人がいた、またはそれを助けた、といった程度の記憶しか残らないことがインタビューによって判明しています。一連の行動は、故意に起こしたものであっても効果があるほか、イベントが中断されると SCP-729-JP の転移も発生せず、当日中はイベントの再発生が起こらないことも確認されました。これらの結果をもとに SCP-729-JP のイベント阻止プロトコル、大婚約者、が制定され、今日まで同店舗内からの転移を防ぎつつ、イベントの発生阻止に成功し続けています。故意に SCP-729-JP と、町内にかつて住んでいた人物である、死との関連性が指摘されています。死はアクション映画、とりわけカンフー映画の大の愛好家であり、カンフー映画のポスターやフィルムといった、非常に多彩なコレクションを所持していることで同町内では有名な人物であり、カンフー映画の素晴らしさを後世に伝えていきたい、と個人的な普及活動も言っていました。しかし、2000年、月に発生した地震によって、倒れてきた家具によって頭部を強打したことで亡くなっています。この際、氏はコレクションを所蔵していた倉庫にて、倒れてきた棚から何かを体の下にかばうような姿勢のまま亡くなっていましたが、彼の体の下には何もありませんでした。また、この地震に伴い、氏が日頃より最も大事だと自慢していた、有名アクション俳優である、氏が撮影に実際に用いたという木製の椅子が消失しています。市の自宅や倉庫、近隣地域の捜索も行われましたが、現在まで発見に至っていません。確かにカンフー映画に NG 集は付き物ですけど、いささか不本意です。エージェント。少なくとも我々は、君が名俳優であることを知っているぞ。博士、